こんにちは。対極拳インストラクターの竹内健治です。今回の動画は、32式対極剣をお送りいたします。ぜひご覧ください。CVD エンジンからドゥーリー・ピントを、右の足を左の足斜め後ろに交差させ、剣種を剣種の横に移動させます。剣の真ん中あたりを中心に、反時計回りで剣を回していきます。 足先を使って西向きになり。水平になった剣をドゥーリーブーになりながら持ち上げていきます。32式対局剣25番ドゥーリーピントードゥーリーピントーは、定式の時にドゥーリーブーという歩形とピントーという憲法で完成する動作となります。ピントーは剣をだいたい。平らにして。 相手の剣や体などを支え持ち上げる剣法となります定式ではこの剣が床と平行つまり水平になるような形をピントと言いますルーリーブーの際には左の膝を上げます膝の高さは体調に合わせて行いましょうその際に左の足首を自然な範囲で伸ばしてつま先を 垂らすような形が良いとされています足首を曲げてつま先を正面に向けるのではなくて足首を伸ばしつま先を自然な範囲で垂らすように心をけましょうなぜドゥーリーブーを用いるのか考えてみたいと思います CVD エンジンから剣を回転させて低い位置で相手の剣や体に触れた後この位置を上げる これには何か利点があったはずです。おそらく相手の剣や体などを上に持ち上げることによって相手の防御をできなくさせるそのような意図があるように考えられます。さらに討論では左の膝を上げますのでこの膝を上げるというのは膝蹴りを可能にする意味合いがあります。さらにアダプターテクニックとして膝を上げるとなると タンントトイイやドントイを行うこのような攻撃も内在されれていると考えられますつまりドゥーリーピントーは相手の体の一部や剣を持ち上げ隙を作ったところで左の足で攻撃をしたと考えられます前半での剣士の位置や後半での剣士の動かすイメージをお伝えします。 前半の剣士では位置をあままり変ええずに考えましょう左の剣士は右の手が外旋内旋する時に指の一部が触れていれば大丈夫です。そして後半ではおおよそ水平になった剣を持ち上げますので剣士も一緒に この右の手を持ち上げるようにしましょう両手で持ち上げるこのような合力合力の概念を持ちましょう剣の回し方についてお伝えしますドゥリー・ピントーで剣を回す際にはご自身から見てこの剣は反時計回りで回っているように見えるでしょうこのような動きです剣を回す際 剣診を剣診の横に出す方法をお伝えします CVD エンジェの定式では右手首と剣診の間に剣診がサンドイッチされるような形になりますこの状態から剣をご自身から見て半時計回りに動かす際に剣診が剣診に触れて回せない場合がありますそのような時にはいつかの握り方を変えてみましょう右の手の中指 薬指小指をある程度開放して剣の向きを変えると犬種が犬種の外側に移動することができますこのように犬種を犬種の外に動かすことができればご自身から見て剣を反時計回りで動かすことが容易になります反時計回りの 剣の中心点をお伝えしますシーブディエンジェンからドゥーリーピントに行く際にご自身から見て反時計回りに剣を回しますがちょうど剣の真ん中あたりが中心となってご自身から見て剣を反時計回りで動かすならば滑らかな動きを実現することができます。剣の真ん中を中心点として動かす意味合いは 本来南西方向や西方向の相手とこの辺りで触れて相手との接触を保ちながら水平で持ち上げるというのがドゥーリー・リピントの考え方です。これを相手の剣と考えて CVD エンジェンからドゥーリーピントの反時計回りの回転を行ってみたいと思います。実際、固定されたものなのなで、 ある程度の動きをお伝えするのみになりますが、南方向で CVD エンジェンを完成した後、南西、内市は右方向、西方向からの攻撃がありました。ここで我々は、剣をご自身から見て反時計回りで動かします。その時には、剣の真ん中あたりが中心となった反時計回りでした。その意味は、まず攻撃を察知して、剣手を 剣士の外に動かし相手の剣の下のあたりに剣の真ん中部分を接します説明のためにここでは距離を取っていますが道路ではここからさらに相手の剣の周りをこのように動かすような形になっていますこれがいわゆる反時計回りの意味合いになります道路では反時計回りにすることと 西を向くことが一緒になっていますおおよそこの辺りでご自身の剣が水平となり相手の剣の下に行くことができましたそこから片足立ちになり剣を持ち上げるこれが剣を反時計回りでしかも剣の真ん中辺りを中心にして回す意味合い実用的なイメージになります。 向きを変えてこの反時計回りの動きを説明します。この場合にはスタンドが固定化されていますので本来相手の腕とは違うことをご了承ください。反時計回りで動かすのは真ん中が中が心点とししててこのような動きをしています。相手の剣を中心として皆さんの剣は真ん中あたりが中心となった円錐形の動きをすることになります。 そうしますと、相手の剣先は自分から外れます。ご自身の剣も相手から外れることにはなりますが、持ち上げやすい、ちょうど上から見ると X の形になります。この角度はギリギリまで行うのが良いとされますが、便宜上 X の形とお考えください。そうすると、持ち上げることが容易くなります。そこで皆さんは左の膝を上げて、膝蹴りや、 タントイやドントイなどの攻撃をすることが可能になります剣の真ん中あたりを中心にして反時計回りで動かす方法は四十二式剣のジンブージャオジェンの動かし方にも共通しますジンブージャオジェンの場合には前進しながら相手の剣を巻き上げ絡め取って 相手の中心部を指していくものに対して今回のドゥーリーピントの反時計回りの動きは相手の剣の下にご自身の剣を移動させて持ち上げる用法となっていますドゥーリーピントの元になった様式剣の動作をお伝えしますテアオレンシーという動作になりますこの動作の名前はすだれを竿で高く上げる というようなイメージとなります伝統的な太極拳の動作名称はイメージを優先したネーミングになっています制定権のように補形や歩法憲法といった左脳的なネーミングではなく右脳的なイメージをベースにした動作名称となっています南方向にティエンマフェイバオからティアオレンシー CVD エンジェンからドゥーリーピント右足先を左足斜め後ろに着地し、足を交差させます。剣を反時計回りで動かし、足先中心で体を西向きに変えていきます。剣をおおよそ水平にしたら、左膝を上げ、片足立ちになり、剣を持ち上げます。 今回も最後まで動画をご覧くださり誠にありがとうございましたもしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いしますそれではまたお会いしましょう